誘導を受けまして、これで全馬のゲートインが終わりました。係が離れます。スタートしました。外山勝パトリシア、いいスタート。二の足を利かせてタイガークリスエース出ていきますが、ビバップが前に行きました。2番手集団固まってマイネルフォーコン、そして内からは7番のプロテアが追走です。最内から1番の名称タイゲー上がっていきました。連れて14番ストライクオン、15番のピストンボーイ、その後方集団からはモズ、パシュート、パドマ固まっています。この圏内外目10番の成田ビクトリー、後方から8番のザウリ、あとは13番のタイガークリスエースが進んでいます。間からはスルスルと名称ミシガンポジションを上げて、あとは5番のエブライトが追走です。そしてその後に4番のインワパレスが追走、あとは16番の山勝パトリシア、そしてその後方からは9番の大勢レスポンス、一番後ろから運んで、さあ3、4コーナー中間、これから4コーナーです。さあ逃げ足を伸ばして12番のビワップ先頭です。4馬身から5馬身のリードを取っている。2番手集団固まっていますが、7番のプロテアがすっと単独2番手伺っている。その内食い下がって名称体系、さあ直線に向かった、直線に向かって後続を突き放して逃げ込みを図ります。12番のビワップ、ビワップ先頭、5馬身6馬身のリードがあります。さあ後ろにいた4番のインワパレスが今単独2番手に上がって前のビバップを追っている。さらに後続集団から徐々に山勝パトリシアも足を伸ばしてくるが、粘り込みを図ります。ビバップを一気にかわした、かわした。インユアパレス、さインユアパレス先頭、インユアパレス先頭に3番手争い、接戦で降臨。インユアパレス勝ちました。そして2番手3番手の争いですが、ビバップ粘るところ、最後外から8番のザウリ、よく足を伸ばしておりました。